んにちは、証券ママです。今日はですね、ナスとトマトのミートソースグラタンを作りたいと思います。こちらのお野菜、全部自家製のお野菜です。はい、それでは材料です。まずナス2本、玉ねぎ1/2個、にんにく大きいのなら1かけ、今日はちょっとちっちゃめなので2かけ用意してください。それからトマトですね、これは 400g あります。普通のこのトマトで、生のトマトがなければ、トマト缶の大の 400g のカットトマト缶なんかを使ってください。私は今日トマトがたくさんあるのでフレッシュトマトで作りますが、トマト缶で大丈夫です。それから豚ひき肉 200g、 それからとろけるチーズですね、これを適量。それからバジルですね、今日はこの生のフレッシュバジルを使いますが、これもない方はドライバジルで大丈夫です。あとですね、オリーブオイル、それからコンソメ顆粒、それから塩と黒胡椒です。材料は以上です。はい、それでは早速作っていきます。まずですね、今日はですね、このうちのトマトなんで、これを一度湯むきをします。ない方はトマト缶でやってください。全部ここの上のところにですね、十字に切り込みを入れます。はい、これで全部切り込みを入れたら、お湯を沸かして熱湯で1分茹でて湯むきをします。はい、お湯が沸いたのでトマトを入れて湯むきをします。茹で時間は1分です。じゃあこれに全部入れてしまいますね。はい、1分経ちました。そしたらですね、すぐにこうやって冷水に取ります。はい、冷水に取りました。そしたら皮を剥いていきます。はい、そしたら皮を剥きますね。すぐにつるっと剥けます、こんな感じに。はい、トマトを湯むきしました。そしたらですね、このヘタのところはね、ここはカットしちゃいますね。はい、こんな感じにトマトはざく切りにしておきました。汁もいっぱい出るので捨てないでくださいね。はい、そしたら今度はナスを切っていきます。ナスはヘタを取ります。そしたら切り方は輪切りでも乱切りでも何でもいいんですが、今日はじゃあ乱切りにしていきますね。はい、ナスを乱切りにしたら、このようにお水に少しさらしてアクを抜いておいてください。はい、そしたら玉ねぎを薄切りにします。玉ねぎはみじん切りではなくても大丈夫です。今日は薄切りにします。はい、それからニンニクはみじん切りにします。はい、ニンニクをみじん切りにしました。はい、そしたらばこういった、ちょっと私はお鍋ですね、こういったテフロンの感じの深い感じのお鍋でやっていきます。フライパンでも大丈夫です。火をつけます。オリーブオイルを大さじ1、もうちょっとですかね。はい、入れます。そしたら先ほどのニンニクを入れて香りが立つまで炒めます。焦がさないようにしてくださいね、ニンニクはすぐ焦げちゃうので。はい、いい香りが立ってきました。そしたらひき肉、豚ひき肉 200g を入れます。
炒めていきます。はい、豚ひき肉の色が変わってきたら玉ねぎを入れて炒めます。玉ねぎがなんとなく透き通ってきたら、先ほど湯むきしたトマトを全部入れます。はい、そしたら調味料を入れます。まずコンソメ顆粒を小さじ2入れます。それから塩ですね。塩はどうでしょう。これは好みなんで、ちょっととりあえず少しね、入れます。後でお味を見て調節してください。それから黒胡椒もちょっと入れます。これは好みで、本当好きな方はたくさん入れてください。小さじ3分の1ぐらいでしょうかね。あくまでも好みです。それからお砂糖をですね、このトマトを煮込むので今から甘くなると思うんですが、とりあえずお砂糖小さじ1入れました。あとで酸っぱいようでしたらもうちょっと足してください。はい、それでは少しトマトが甘くなるまで少し煮込みますね。そうですね、10分から20分でしょうか。じゃあしばらく煮込んでいきます。火は弱火から中火の間ぐらいでしょうか。じゃあ少し煮込みます。はい、トマトソースを煮込んでいる間にナスの方は炒めていきます。ナスはね、すごくね、油を吸うので、ちょっと多めに大さじ2ほど入れますね。はい、それでアク抜きして水気をペーパーで拭いたナスを入れてきますね。はい、そして炒めます。もうだいぶ柔らかくなってきました。ナスはですね、もう一度これトースターで焼くので、そこまでクタクタに炒めなくても大丈夫ですが、もう少し炒めますね。はい、こんな感じでもういいと思います。そしたらこれは火を止めておきます。そしたら今煮込み中のトマトソースですね、今だいたい10分経過したんですが、もうちょっとですね、もうちょっととろみがついた方がいいと思うので、もうちょっと煮込みます。今だいたい10分なので15分ぐらいでしょうか。もう少し煮込みます。はい、15分ほど煮込みました。だいぶ水分が飛んで濃厚な感じになってきました。ちょっと味を見てみますね。トマトが濃縮してだいぶ甘くなりました。はい、さっきちょっと材料説明のところで言わなかったんですが、お砂糖でもいいですが、ちょっと今日はケチャップを少しね、ちょっと大さじ1ほどじゃ入れますね。はい、そして混ぜます。あ、とってもいい感じです。それで最後にですね、フレッシュバジルの葉っぱを適当に、まあ今日は5枚ほど入れましょうか。これお好みなんですが、ドライバジルならそうですね、小さじ1くらいでしょうかね。こうやってちょっとフレッシュバジルの葉っぱをちょっとちぎって入れます。ちょっとうちにね、バジルの葉っぱもいっぱいあるので、これの方が香りがいいかと思うので、これをちょっとちぎって入れます。そしてちょっとひと混ぜして、ちょっとひと煮立ちしたら、はい、ここでね、お塩とか胡椒も加減して、薄いようでしたら足してください。今日は大丈夫のようだったので、トマトケチャップを大さじ1足しました。はい、これでソースの出来上がりです。
はい、そしたらば焼いていきたいと思います。先ほどこれ炒めておいたナスをまず全部器に入れちゃいますね。こういったグラタン皿みたいのがいいと思います。これに出来上がったトマトミートソースをかけていきます。ちょっと多いかなって思ったんですが、大丈夫そうですね。ナスをもう少し多くすればよかったですね。はい、じゃあこのトマトミートソースを全部かけちゃいます。はい、そしたらね、ちょっとねナスが全く見えなくなったので、時々こうナスを下からちょっと出したりして、はい、こんな感じにちょっとナスを表面に出しました。そしたらこれにとろけるチーズをかけていきます。分量はね、これはお好みですね。お好みで多くても少なくても、たっぷりが好きな方はたくさん乗せてください。それからちょっとこの上にね、ちょっと焦げ目をつけるためにパン粉も少し振りますね。ほんの少しパン粉を振ります。これでトースターで焦げ目がつくまで焼けば出来上がりなんですが、オーブンでも大丈夫です。そしてですね、ちょっと可愛いのでトマトもね、ちょっとここに乗せたいと思います。それではトースターで焼いていきます。焼き時間はちょっとそうですね、何とも言えないんですから、7分から10分、とりあえずこのチーズに焦げ目がつけば大丈夫と思います。それでは焼いていきます。はい、結局ですね、トースターで10分焼きました。こんな感じに出来上がりました。とっても美味しそうにできました。ぜひ皆さんも簡単なのでやってみてください。ナスとトマトのミートソースグラタンの出来上がりです。こんな感じに美味しそうにできました。とっても美味しいので、よろしかったら作ってみてください。もしこの動画を見て参考になったなぁって思う方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、また遊びに来てくださいね。バイバーイ。翔賢ママでした。